邪念が、邪念が邪魔をする。あ、シコシコしてる。シコシコシコ。あ、シコ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 。危な。危な。シコシコのパワーに救われた。やっぱシコシコは裏切らない。シコリティが高いと裏切られない。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。ロストジャッジメントの実況プレイ、続きをやっていきましょう。前回ですね、ストーリーの方はクリアしましたので、今回からね、ストーリークリア後のお話、続きというところで、ユースドラマっていうね、学生さん周りのストーリーと、あとはね、その後、ダウンロードコンテンツ、怪盗さんが主人公のね、ダウンロードコンテンツをやっていきましょうっていうところでね、八神探偵事務所から再開になりましたが、とりあえず、偉人町行かないとね、ニュースドラマできないんで、移動していきたいと思います。さて、ではね、久しぶりに学校に戻ってきて、一旦、ダンス部かな、進行具合で言ったらダンス部が多分ね、結構先行ってるはずなんで、ダンス部をやっていこうかと思います。ダンス練習一回させてもらっていい？全然覚えてないんだわ。今日はどの曲にしましょう。どんな曲だっけ？今日はどの曲にしましょう。このエスメラルダってやつか。衣装を選んでください。いやー、若い衣装はきついな。かといってこの学生衣装もなかなかきついものがあるが、全く覚えてないんだが、まあ行って、いやいや、まあ行ってみるか、とりあえず。ちなみに難易度はノーマルから一切変える気はありません。やっぱりね、なんか八神さんがいるときついんだわ。やっぱりね、私にはどうしてもこのリズム感というものがない。驚くほどね、何もできなかった頃に比べればマシなの分かってるんだけど、あのね、ダメなこの、やっぱり私この振り付けがダメなのかもしれない。八神さんがね、こう迫ってくる感じがどうしても笑ってしまう。あの、私がね、こう股間グリグリみたいなやつね、本来なら好きな動きですよ。めっちゃミスった、最後の最後に股間グリグリとか好きなんですけど、ちょっとどうしてもね、こう気が散ってしまってしょうがない。とりあえず、まあ操作は覚えているから、覚えているというか操作はとりあえずなんとなく思い出したから、まあ大会行こうか。ストーリーをね、進めたいから。まあでも本番だとさ、本番だと八神さんいないから気が散る度合いがだいぶ下がる。その立ち方何？ここが予選大会会場。すっごいな。さすがに大きいね。ここで踊れるのか。すごい。高梨さんってこんなんだっけ？さすが全国の強豪校が集まる全国大会だな。この予選を突破すればいよいよ決勝大会。緊張する。頑張ろう。大丈夫。私たちなら勝てるよ。ムードメーカーだったんだっけ？もうさ。あの、他のボリュームがありすぎて何も覚えてないんだけど。それにさやかにとっては予選の後にお楽しみが待ってるしね。みなみさんは、あの、発想というかなんかこう、表現がおっさんなんだよね。大丈夫かな？ちょっと！今はそれどころじゃないでしょ？これを突破すれば次が決勝大会か。のりづきゆりえ。のりづきでよかったんだっけ？もうそれも覚えてない。ほおずきなのかな？あの、のりづきゆりえなんだろうな。これを突破すれば次が決勝大会か。のりづきゆりえへの暴行依頼の実行日でもある。それまでに踊るうさぎの正体をつかみたいが。
案外先輩なんじゃないかなと思ってんだけど、違うのかな。どの曲にしようかな。え、曲も選ぶの。いや、曲は選ばない。いや、選ぶのか。まあまあいいや。衣装はどれ。衣装はどの曲にしようかな。まあまあこれでいくか。よし、やるか。まああのね、学生らしいところアピールしていきましょうか。芸術展狙い、いよいよだね。うん、さすがにちょっと緊張してきた。みんな大丈夫だ。今回もいつもと変わらない。ここまで来たら全力でぶつかるだけだ。はい、踊り出したら緊張なんて吹っ飛びますから。そう、踊り出したらね、忙しくてね、何も考えられないから。みんな、それじゃあみんないつものやるよ。エンジン組んで。ベッドの上では踊っていただきたいけど、ね、ちょっとここは真面目に頑張っていきましょう。楽しく、せーの、なんかこれ癖になる。音楽といまいち合ってないんだけど。偉そう。偉そうだな。矢上さん、私が操作してる限りね、全然そんな偉そうな感じできないからね。やっぱ女性だけだとなんか違うな、雰囲気が。やば、ミスった。こんなところでミスった。なんかさ、本番の方がやばいんだが大丈夫か私。多分大丈夫だと思うんだが、余計なこと考えると踊れなくなる。はいはいなんかちょっといかんいかんいかん。今一瞬ストリップっぽいとか思ってしまった。余計なこと考えるんじゃない。余計なこと考えるな。邪念が、邪念が邪魔をする。あ、シコシコしてる。シコシコシコ。あ、シコ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 。危な。危な。シコシコのパワーに救われた。やっぱシコシコは裏切らない。シコリティが高いと裏切られない。ヤガミさんの笑顔がちょっと気持ち悪い。まあこれでどうにか予選突破できるかどこ、うさんくさい、うさんくさいおっさんいたな。さてさて、全国高校生ダンスジャム予選を突破したチームは残すところ1チームとなりました。見事決勝大会へのチケットを手に入れた最後のチームはどこなのか、発表に移りたいと思います。行きましょう。決勝大会に進む最後のチームは星稜高校、星稜ラビッツ。決勝大会への出場権をゲットだ。よかった。そして落ち着いてみると南さんの顔がくっきりすぎてちょっと怖い。嘘、マジで。 ついにさやか、ほらさやかステージに。ついにやったな、みんな。これで決勝出場だ。ガラスの仮面みたいな。アピール力がなかなか振り切れないな。来た？みんな。本当によく頑張ったな。信じられないです。私たちが決勝大会に出られるなんて。お、先輩。セガちゃん。見てたよ、最高だった。先輩見に来てくれたんですね。もちろん、だってこの後約束したろ。あ、そうでしたね。すぐ行ける？早く行こうよ。
おしゃれなカフェ予約したんだ。お前なんかがっついてんな。本当ですか？楽しみ。すぐ行けます。それじゃみんな、また部活で。大丈夫か？なんかあの、宮上さん、実は私、さやかに告っちゃえって言っちゃったんです。え？マジで？ノリスキ入江と大会での約束があるのに？え？約束？そっか。マイカはずっと部活休んでたから知らないんだ。佐伯高校のノリスキ入江とさやか、次の大会で勝った方が、柊木先輩に告白するって約束したの。はぁ？何それ？あ、ってことは、もしかして私、余計なこと言っちゃった？だけどまあ、恋心は止められないし。そもそも柊木先輩の気持ちもあるし、なるようになる？あとでトラブルにならないといいが。何そんなこじれ方すんの？ちょっと高校生らしからのこじれ方すんの？これは続けざまに確認してみないとわからない。どうなった？どうなった？デバガメ精神丸出しでどうなった？あら、いないね。ん？あれ？西園は？それが、今日お休みだそうです。はぁ、あ。珍しいな。どうしたんだろう。わかんないです。今まで皆勤賞だったのに。私も連絡してみたんですが、理由がよくわからなくて。私には一つ思い当たる理由があるんだが、とても嫌な予感がするね。ちょっと心配だな。柊木先輩と何かあったのかな。そういえば予選試合の後に一緒に出かけていったけど、大丈夫かな。もしかして柊木先輩といい感じになっちゃってダンスのやる気なくなっちゃった？まさか、うん、ありえるよ。さやかみたいな真面目な子って恋に盲目になって突っ走っちゃうことあるし、今も柊木先輩と一緒に過ごしてたりして、それも同じ部屋で、同じベッドで、同じ布団の中で、同じ穴と棒で、キャー。やめてよ。いや多分そうじゃないんだよな。だけどさやか本当にどうしたんだろう。こんな大事な時に理由も告げずに休むなんて。とりあえず今は様子を見るしかないな。そうですね。急にテンション下がった。さやか心配ですね。何もないといいんですけど。でも今は練習しないとですよね。八神さん、改めてよろしくお願いします。イベントを進める条件が満たされていません。スクール日誌を確認しましょう。何ですか？何を見ろと？スクール日誌。アピール力のレベル5以上。アピール力が上がるのはダンス、やっぱダンス部だよな。じゃあアピール力上げないといけないみたいなんで、練習してね、アピール力を上げて、ストーリー展開も進めていこう。とりあえず今んとこエスメラルダが、最高なのかな。服装を変えて、ちょっとレッスンをして、でここは飛ばしかな。やっとレベル上がった。アピール力全然上がんなかった。びっくりした。もうなんかあの、出てるお腹に陰謀でも書かないと上がんないのかと思った。危なかった。もうあの、教育者としての尊厳捨てるとこだった。ああ、よかった。で？ん？ちょっと待って。さやかさん。さやかさんに、ん？どうしたらいいんだこれ。ん？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 進められる的な雰囲気になったけど、なんだ、一旦あれか、ロード挟んだりしたらいいか？ゲーム的なこと言うけど。あ、ロードを挟んでみたが、なんか変わったりする？ちょっと待ってよ。
とりあえず練習の指導を続けようって言ってるから、もう一回練習したらいいのか。練習してみよう。どの曲で踊りましょうか。お、次の課題曲が解放された。ガールズ、なんか難しそう。衣装はどれがいいですかね。いいね。一回練習してみようか。なんかすごい爽やかっぽい曲だな。なんか乗りづらいぞ個人的に。なんだろう、私の金銭に触れる曲ではないんだが、難しいなこれ。まあでも爽やかではあるよね、学生っぽいというか。アブリル・ラビンじゃないけど古すぎる。いや古いとか言ったらなんだろう、すごく失礼だからあんまり言わない方がいい、余計なことは。なんか懐かしいんだけど個人的にはちょっと待って、ダメだお前な、やめてくれよ、やめてくれキリ、やめてくれよヤマミさん、それやめてくれ。なんか面白い、あパラパラみたいなの、なんだこの動きは。までの曲の方が難易度高くなかった。なんかおとなしめだねこっち。いい感じだと思います。難しいわこれ、ちょっとある意味で難しい。ヤガミさん、結局さやか練習に来なかったですね。ああ連絡はつかないの。いえ、電話には出てくれないですね。メッセージに一言だけ返信はくれたんですが、風邪とかじゃないみたいです。理由がよくわからなくて。そうか、西園らしくないな。ん？ん？天沢からメッセージだ。ハンドルネーム踊るうさぎに動きあり、至急ミスケン物質に来たれよ。なんで急にこんな文法になったこのタイミングで一体なんだ。ただちょっと心配ですね。なんか急に江戸川乱歩町っていうかさ、雰囲気違う感じで送ってきたの天沢さん。何事もなければいいんですけど。では物質はここか。天沢、どうした。八神さん、踊る詐欺が裏サイトに新たな書き込みをしたのです。踊る詐欺、プロフェッサー様、あるカップルを別れさせてほしいんです。乱暴なことはせず穏便にお願いします。5000円でどうでしょうか。え、カップルを別れさせる。はい、プロフェッサーへの依頼と考えて間違いないでしょう。掲示板ではまだ返信がついていないようです。プライベートメッセージは分かりませんが。あの、とりあえず依頼料安いな。八神さん、そこで私作戦を考えてみたんですけど、一か八か踊る作業をおびき出してみませんか。ん？おびき出す。プロフェッサーのふりをして直接メッセージを送るんです。仕事を引き受けたいから直接話そうと。引っかかるかそんなのに。実は裏サイトのハンドルネームは自由に設定できるので、プロフェッサーという名前でメッセージは送れちゃうんです。なるほど。それなら確かにやってみる価値あるかも。でもさ、なんかさ、プロフェッサーの名前語ったらさ、システムとかに検知されたりしないかな。早速ハンドルネームを変えてメッセージを送ってみます。あ、ダメだ、同一ハンドルネームでの登録はできないのか。だったらプロフェッサーの伸ばし棒をダッシュにしてみて。プロフェッサーと。お、いけた。
なんかお前こういうの慣れてる？はい。調査スキルの一つですから。あ。返信がありました。会ってくれるそうです。これは正体を確かめるチャンスだな。はい。駅近のカフェで待ち合わせの約束をしました。八神さん。準備ができたら一緒に向かいましょう。声をかけてください。では、駅近のカフェというのが、共に調査に向かおう。共に調査に向かおう。共に。話しかけた方がいいのかな？あ、エミさん準備はよろしいですか？なるほど。これか。わかりづらいよ。一人で突っ走っていくとこだったよ。危なかった。あ、大丈夫だ。では、向かいましょう。あ、そうだ、ヤガミさん。向かう前に一応変装お願いします。踊るウサギがダンス部の子なら、ヤガミさんの顔知ってますし。では、何をしたらいいんだい？変装。カフェ。カフェにいてもおかしくない人か。じゃあ、これで。よし。これでバッチリだろ。よし。変装はバッチリだ。それでは向かいましょう。おあなたの変装もなんか、どうなのそれ大丈夫？まあ、ただ、この指定コンビなら確実にね、紛れられますから。一切の違和感ない。そろそろ約束の時間ですね。ん？あれは、え？マジで、え？嘘だろ。踊る先の正体って、信じたくはないですが、声をかけてみましょう。あの。失礼ですが、踊るうさぎさんですか？はい。あ、はい。もしかして、プロフェッサーさん？ん？え？え？天沢先輩に、八神さん？西園。どういうことか、話を聞かせてくれる？さて、どこから話を聞こう。ちょっとまさかの展開、一周回ってまさかの展開なんですけど。なあ。プロフェッサーのサイトに踊る詐欺の名前で書き込んでたのって、西園だったのか。はい。ねえ。どういうこと？どうしてあなたが？この前、予選大会の後、ヒイラギ先輩に誘われたじゃないですか。あの後、先輩に告げられたんです。ん？告げられた？何を？その、彼女ができたって。は？だから大会で俺を取り合うとか考えないでほしいって。ダンスに集中してくれって。マジかよ。バカな。わざわざ呼び出したのってそれが目的か？はい。期待してた自分がバカみたい。そんなこと大会の前に言ったら逆効果だって思わなかったのかな。ヒイラギ先輩、そういうところがありますから。天然というか。だからプロフェッサーに別れさせてほしいって依頼したのか？はい。はい、私、ヒイラギ先輩に彼女さんができたことを告げられて、自分がわからなくなっちゃって。だけどもしも、ヒイラギ先輩が彼女さんと別れてくれたら、またやる気が出るかもって思ったんです。いや、ごめん。全然肯定できないな。私も、ノリズキさんも。ん？ノリズキさんも？どういうこと？ヒイラギ先輩、あの後、ノリズキさんにも彼女ができたって告げに行ったらしいんです。すべてをぶち壊しに行ってるな、あいつ。あっぴはないんだろうが。まあそう、でもこれだよ、これ。そう、これが大問題なんだよ。以前に踊る詐欺は裏サイトで乗月ゆぎりへの暴行依頼をしていた。あれも西園なのか。え？暴行依頼？何ですかそれ。ん？知らないのか？いえ。ああ、何のことだか。確かに裏サイトには時々愚痴とか書き込んでましたけど、最近はずっと使ってなかったです。ちょっと。本当に？嘘じゃない？本当ですよ。てか、ノリズキさんに暴行依頼？それやばくないですか？
警察には連絡したんですか？嘘はついていないと思う。ということは、まさか同一ハンドルネームを使って誰かが書き込みをしていた。踊る詐欺に似せられるハンドルネームある。さっきの同一ハンドルネーム取れないってやつだよね。いや、ですがあの裏サイト、既にあるハンドルネームでの登録はできないはず。ああ。プロフェッサーで登録できなかったからな。それじゃあハッキングとか。そんなセキュリティの脆弱なサイトじゃないと思いますが、もう一回ちょっと踊るウサギの書き込み見た方がいいんじゃない？西園。落ち着いたらダンス部に来てくれるな。はい。そのつもりですけど。なあ。待ってるぞ。俺もダンス部のみんなも。はい。信じて良いのでしょうか、西園さんのことを。ああ。あいつのことは部活でずっと見てきた。ライバルを暴力で蹴落とすような真似をする子じゃないさ。八神さんがそう言うなら、そうなのかもしれません。だとした、のりづきゆりえへの暴行依頼をした踊る詐欺って誰のことなんでしょう。どんなトリックを使って、西園さんのアカウントで書き込みをしたんでしょう。わからない。とにかく。ノリズキへの暴行なんて許すわけにはいかない。そんなのは彼女たちの積み上げてきたものを全部ぶち壊す行為だ。真の名探偵ならば。何としても阻止しましょう。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。さあ、ちょっと謎の原因を特定したいところではありますが、ちょっと長くなっちゃったんで、今回はここでね、押しのけていく。今回はここで区切りにして、次回続きをやっていきたいと思います。今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。どんどん押されていく。チャンネル登録、高評価、低評価ね、コメント、すべて励みになっています。ありがとうございます。では、お疲れ様でした。じゃあね。